ナンバーアイヒラの仕様と振付師 RIEHATA のあの噂でついに、ニバイトが石川県で奮闘。滝沢秀明社長を率いる支援隊の驚くべき活動とは、エンターテイメントの力でコミュニティを支える、セーブとダンサーのコラボが生むポジティブな波紋。世界的エンターテイメントグループ、ニバイトが、社会的責任を果たすべく新たな一歩を踏み出しました。滝沢秀明氏が設立したニバイトは、 最近の地震で被災した石川県に手を差し伸べ、ボランティア活動に参加しました。被災者の家族からの情報をもとに、最大限の物資を集め、石川県和島市に向かいました。これにより、被災地の状況を理解し、現地の避難所にストーブや灯油などの必需品を提供しました。この支援活動は、一般人が被災地に駆けつけることが難しい現状を鑑み、慎重な姿勢で進められました。 同時に、ネバイトに所属するメンバーである神宮寺ゆターエ m も、SNS 上で物資を届け、炊き出しを行い、地域社会に温かな支援の手を差し伸べました。これにより、セレブリティとしての存在が、地域社会との結びつきを強化しました。一方、アンチ活動やネガティブな意見も存在しますが、災害時においてエンターテイメント業界が積極的な役割を果たすことが、社会全体にポジティブな波紋を生むことを示しています。 アンチ活動が一部の人々によって行われている一方で、その意味に疑問を抱く声もあります。なぜ彼らは他者の活動に対して否定的な姿勢を取るのか、その背後にある理由を理解することが求められます。また、この支援活動を通じて、エンターテイメント業界の一員であることを誇りに思っているダンサー、リエハタにもフォーカスを当ててみましょう。リエハタは BTS やキプの振り付けを手掛け、その才能が高く評価されています。 彼女が手掛けた最新のダンス MV は、視聴回数2400万回以上を記録し、多くのファンから絶賛を浴びています。しかしながら、リエハタ自身が遭遇したバッシングや疑念にも言及する必要があります。ファンの一部からは、彼女が他のセレブリティとの親密な関係を匂わせているとの疑念が生じています。これに対し、リエハタは自身の生活にフォーカスし、勘違いが生じていることをファンに伝えました。 彼女が直面した試練とその過敢な対応が、エンターテイメント業界における個々のアーティストの強さを示すものとなっています。総じて、セレブリティやエンターテイナーが地域社会に対してポジティブな影響を与えることが、単なる娯楽以上の価値を生み出していることを見て取れます。被災地支援や才能あるアーティストの活躍を通じて、エンターテイメントが社会の課題に立ち向かう手助けとなっていることが明らかとなりました。